北風が吹く日には空を見上げてみてください。もしかしたら北風小僧の勘太郎がいるかもしれません。そして北風小僧の口笛や歌が聞こえるかもしれません。冬が来るとどこからかやってきて、春になるとどこかへ行ってしまう一人ぼっちの男の子。君がもし勘太郎を見かけたら、どうかよろしくとお伝えください。北風小僧の勘太郎、勘太郎電信柱も泣いている、ヒューヒューヒュルルルルルルル、雪でござんす、ヒュル